こんにちは。さて、2週目って感じだね。ゲームがバージョンアップしたらしいです。1回だから変な解き方したステージも多分変わってるんですけど、とりあえず40貯めて先に行きたいというのがあるので、解いてないところを解いていきたい。かな。まあ上から行こう。23。箱が1個減ってる。ここは自分が一番下に降りて障害物がなければ勝てる。でもここを通るためには下の段に透明、上の段に灰色っていう風に置かれてると、ここはうまくいく。でも透明を手前に引き出す方法ってあんのか。なくね。だってそれってさ、ここの縦のラインを左側に回る手段が必要ってことだよね。このステージは未だにこの高い塔の意味が分かってないんだよな。なんでこれが存在して、何のために使えるのかというところが分からない状況ですね。で、自分が通って無事ですよみたいなことは多分ありえないので、青色で落下を止めるみたいなことができるならまだ話違うけどね。なんか今できることをただやってるだけで全然思考性がないな、この行動に。私がやらないといけないことって何でしたっけ。こんなとこ行ってどうする。こんなことができてどうするだよな。左側で灰色がもしもそこの下に落ちてたら、自分は下に降りられるので、狙ってんのってそれなのか。この左下に落としたブロックなくして、灰色が下から2番目になるように、調整かけられれば、左側から降りていけるよねっていうことをやらせたいステージなのかということがやっと分かった。だからどこの手順で失敗したかは、灰色が2番目に来るんだってさ。なんか、それ自体はできてた気がするけど。あ、違うのか。ここで次灰色なのか。まあ上にあるやつでもいいし。とりあえず下にあるやつを落としてみると。こうなって。
あとは全部落とせればよい。とするとここで終わりだな。次に落とせるものはない。下の段の灰色はなんか落としておきたい感じがしていた。最初に落とせるのは、灰色落とすんだったって。これをするともうって感じじゃない？これをするともう落とせるものがないから、まあもう手順見つけゲーになったね。2段分落とさないとダメなんだよね、次。これができない。最初に取れる行動が、この灰色落とすか下の白落とすかどっちかだもんな。でもこの灰色を落とすは多分ありえん。この灰色より上のものを落とすこともありえん。黄色を隣接させないことがありえん。黄色をソロで存在させる方法がないんだよね。あの灰色はさあと、ここの段、ここの2段に降りてくるぐらいまでは頑張らないといけないから、2回落とさないといけないんだけど、これを2回落とすときに灰色が2段目にないっていうのがなんか、じゃあ違うのかな、黄色を差し込むとかでいいのかな。なんか2番目に灰色っていう意識でやってると解けない気がする。かといってね、これでなんか未来があるかどうかだよな。そしたら上の灰色、いや灰色は落とさなくてよくて、ここにあるっていうことが重要。上を落とすことができて、はい、
これをもう押し出すことができないんだな。下に3段積むと次の段から向こうに落ちることになっちゃって良くないだろうね。これが良くないんだろうな。スティックでやってるからさ、アンドゥがマジで誤発動しまくるな。左右はしてるつもりなんだけど、下がちょっとでも入ると下入っちゃう。上はね、なんか発動までに数秒だ。下のアンドゥもさ、なんか最初に発動するまで数秒間待ってくれれば比較的快適だと思う。でこれ何がしたいんだっけ。もうまあ何がしたいかはあんま考えてないよ。やれることやってるだけ。これで上も下も行けるようになってて、まあ落とすと落ちますけど、ここであそこにあれを落としてるのがもういけてないよね。意味がないもんね。あえてここにここに足元を3つ以上置いて、この辺に詰まってるやつを右へ押し出せるのかっちゅう。右へ押し出す意味がない。いや、透明が1個取り出せれば意味あるかな。透明を1個右へ持ってくるっていうのもまああり得る。ただここは2段になっちゃってるので、ここの上の高いやつらを1個だけにしてれば落下はしないけどね。正解がわからん、こんなん。なんか下に3段積んで、これがない方がいい。あ、こうなってるところから、まだ大方針がつかめないのが嫌だな。俺が左端に落下するルートか、俺が透明ブロックをこっちに持ってくるルートか、どっちかなんだろうなと思ってるけど、なんかそれをやるためにはこのブロック何個分 ?9 個 ?9 回の試行錯誤をやるしかないね。厳しいね。なんか最初にこれを落とすわけないだろ。なんか最悪なのが、あ、そんなところにトリックあったんだみたいなやつが気づけないパターンね。気づけないと絶対解けないようになってるんだとしたら、なんか、あ、でも日付経ってるんですけど、日付経って忘れちゃったテクニックとかが出てきたら、まあ終わったなって感じだね。これはね、ミスバルであったんだよね、そういうの。ミスティックバルーンサーカスでは、なんかテクニック知ってないと解けないよねっていう前提で、かどうかが分かんないステージが出てくると、僕は対応できなかった、それに。テクニックって結局だからアクションに依存するんだよな。アクション性がないものだったらテクニックはない。タクティクスはあるけどテクニックはないわけでしょ。アクションスキル依存のものとか、
タイミング依存のものだと、例えばじっくり考えてると延々解けない問題、スピーディーに解かないといけない問題とかだったらすると、まあ、終わるねという感覚はあるけど、まあ、このゲームでそういうものはないだろう。やりたいことが分かってないな。とりあえずどうしよう。まあでも高く積まれてるものを落としちゃいいじゃんは、そりゃそうなんですよ。積まれてるものをひたすら落とせばよくないなんですよ。そんで一つの灰色を使って最大いくつまで落とせるのか分かんないな。黄色が落ちるときに、ここで上に行くルートがなんか手詰まりだったからないんだろうけど、ここにある黄色をなんか使うんかだよね。でもこれを使っても上の段が落ちてくるだけなんだよな。下の段、上の段を落としてから下の段を落としてくる、よくわからないけどね。この辺はよくわからないやつです。なぜこれをやってるのかわからん。で、ここで何なんだろうな。今これしかできないでしょ。まあ、これを押すことしかできないでしょ。ブロックの押し方がもうなんかワンパターンだもんね、今のところ。まあ、これをやることしかできませんっていう。で、ここで上に行くか下に行くかは選べますよねっていうことだけあって。これでもう下は選べなくなって、上行くしかなくなって。いや、上も選べなきゃな、これ。このルートは上も選べなくなるやつ。こうなるね。てか上しか選べないやつだった。この上にあるやつを今落とさなかったら、上から入って右を持っていくってことができたのかもね。ここで上に行かずに、下のこれを、下に、ん?だから?下にブロックを生成できるか、できないな。そう、どうせ上しか行けない。だから?今これしかできない。今これしかできない。今下の段でできることなくなったんで上行くしかない。これ手詰まりですね。上行ってさっきあれだけだったでしょ。上行ってこれ押すだけ。これだけ。この1個がなければ、これを押すことはできた。リールドなんかゴールに近い気がするけどね。だから一番上にあるあのアイテムがいらないよね、なんだよな、今。だから左側にもう一個置いとければよかったね、なんだけど、それができる分岐はどこにあるんだ。分岐はどこにあるんだ。これここまで来てるともうこれしかない。上に黄色置きっぱなしになってる状態って作れないよな。上の黄色を押さない状態、ここで上を押さない状態、
ここはまあもう下が置けないので上行くしかないとなっちゃって。これではダメ。これで終わりね。灰色でただ単純に下のやつを押すだけだと今の列に。で、黄色使ってるんだけど。黄色使う。黄色。これで灰色落としたら意味なくて。黄色で1段落とす時に上に行くか下に行くかって。で、こっから上に行くか下に行くかって。なあ、もう。で、上がもう何もできないので、下に行くしかなくなって。同じく下で何かやるしかなくなってて、で次に、上か下か選べるところまで来て、これだと上のあれを左に落とすことができて、これを取り出せるか、透明が2つ以上来てもあんまり意味ないんだよな。もらいたいのは透明1個。透明を1個だけ押してくること。黄色が先に落ちてればいいから、これが押せるといいね。通り抜けができなくなっちゃって。透明が2つ下に落ちちゃう。いや、そんなことないな。ここまで来れば透明1個でいけるのか。
だけど左側がそもそも通れないので何をやってたんだって感じになったったな。透明は1個持ってくるルートをやるのであれば、さらにここも開けるべきじゃったろってことで、結局よく分からずだな。だったらそこが止まってて左側が、ここに積んだものを取り出すことはまあ無理だろう。これを取り出して自分がこっから降りられるんだ。これはでもいやー、わかんないな。溶けたけどゴールが見えない、ひたすらゴールが見えない。なんかやれることを全通りやってく以外の答え方がありえないステージなので、個人的には好きではないかな。やりごたえはあるけど。24は解けた。次が26。ここであれ出てたんだね、あの。いや、これあれなんだよね。なんか、あれがボタンだからっていうふうに思ったんだよな。レーザーが途切れるからボタンがオンオフしてるんだ。青色が発射装置なんだっていうふうに見えちゃうんだよな。だって青いレーザーで青色があそこにあるんだもん。あいつから出てると思うよな。で、ここはなんだっけ？ああ、ここも最終形がわかんないね。で、1時間ぐらいでどん詰まりしたところだ。最終的に自分が一番下に落下する以外の方法がまずなくて、それをするにはあの左の小部屋から右に向かって撃つということを求められているような感じがするが、それができなかったのかな。それをやるためには真ん中、あ、なんかこれ形変わってるね、ステージ。この辺が途中で打てなくなってる。下2段だけで考えればよいっていう風になってるんだ。そうするとこの3個の並び替えの話になって、もうどう並べるかに尽きる話だな。で、自分が物を押したときは、これってさ、投げて、一瞬、これ、これありなの？これがありなのか？これはありなのか？こうやって取れちゃうから、そこでここがいけたらいいねで。うまくできないかな、これ。なんだこれ、2回死ぬことになってんな。ダメかな。これで2つやるのは無理っぽい。Thank you.
して入ることはできないんだよね。別に意味ない。内側に1個置きたいよな、ですけど。この灰色ここになければいい。通れない。別に。この状態で灰色は下になければいいよね、なんですよね。灰色が今何であったんだっけ。ここに足場があるのがいいね。最初に一つ落としてきて、それを押し込む。これじゃ入れない。あ、そうか、これを押したらダメだよねみたいなこと言ってたな。
透明が1個入ってる状態を作って、透明が1個入ってますっていう状態を作って、その時に上から透明なのが1個落ちてくればいいんだけど、この2段でそれをやるのができないのはなぜかというと、下のやつをどけると上の透明が落下してくるからなので、透明を下の段の透明を押してるんだけど、ここが通過可能になっているような状態を作れるのかどうか、作れないので押すからね。下の段がガラスになってて、上から自分が入り込んでってやるためには段が必要で、黄色が1個あればできて、上の段から入る、白いのが2つあって、連続？これが落ちてて、白い縦2が落ちたら、ちゃうな。これが通れても上のやつが1個上だったら、結局こうになっちゃうな。もう一段落としたよねって、結局こんな形になっちゃうな。なんか二段目から入る言ってたの何だったな。一番下のやつを押して、二段目を押してるな。なんで？
こうか。お、そうだ、落ちるんだった。これが落下してこなかったとしても、いや、こっから言ってるけどな。ん？これ、ん？これどういう解き方した？どういう解き方した今？あー、撃てない。あ、ちょっと待って。撃てないのか。これ撃てないのか。じゃこれ正解じゃないんだ。あー、そもそもそれ気づかなかったな。箱がそこに入ってると俺はこれから撃てなくてゴールできないのか。箱を落とすことがそもそも許されないんだ、このステージ。箱を一番左まで押したい。それはさっきできなかったんだよね。できなかったのは上のやつが先に落ちてきちゃうからなので、もう一個。何したか忘れました。これが下に落ちて普通に押したんだよね。ちゃうねんて。もう一押しするのに打てる状況はない。灰色をこっちに持ってくる。え、こんなことある？たら、こんなことある？これ下の灰色がなかったらクリアできてるかもしれないよな。この位置から撃ってそもそもここに落下するところまで行けるんだっけ。でテスト。あ、ダメだ。結局何？やっぱりこの空間に入ってからなんか撃つやつやりたいんだよな。全然考えられてないね。白いやつが左端にあってもう一個の白いやつが落下してきている状態。それはあらかじめ白いやつを左に送ってから戻ってこれるようになってないとダメなんですけどね。
白いやつを使って左に侵入してから帰ってくるために自分が通った後に箱を持っときたいけど上から落下はできないし、箱を押してたら自分が潰されるのでそういうことはできない。自分が中に入った場合は下の2段のうちのどっちかから入ったらどっちかじゃない方から必ず撃てないと終わってるから、縦に2個積まれてるんだけど、縦に2個積まれている状態で灰色が邪魔をせずに俺が撃つ手段って何なんだ。灰色が下に落ちてるから、でも灰色が下に落ちてる時に下の段で入る時に灰色を使うメリットがない。灰色があるなら2段目から入るってことでしょ。2段目から入るのに1段目に灰色があったら意味がないでしょ。灰色の使い道が分かってないよね。だったら灰色が入るのが中に押し込むのが灰色だったとしたら、一段目に灰色があって押し込んで、その時上から打つはダメでしょ。押し込んでダメだな。一段目で押し込んで二段目で取り出すってなんかむちゃくちゃ無理だな。今までの感じでできないよね、それって。箱を、俺が箱を押して侵入するっていう行動を取ってる限りそれできないんだよな。だから、黄色を、黄色を押して侵入するをやりたいんだけど、それをすると、小部屋の床が抜けるので、せっかく持ってきたブロックが下に落ちるのよ。そうすると2段目にアクセスする手段がなくなっちゃってゲームオーバーじゃな。黄色がそこにある理由が、黄色のブロックをここで積みたいよねっていうののためだと、黄色いブロックが差し込んであるとブロックを自分が押してっていう手間がなくなるので、手間はなくなるんですが、お部屋に落ちるよねのリスクが逃れられない。二段目であれば一段目に落とすよっていうことができる。二段目に潜入して、二段目に侵入するときに黄色が置かれている。ちょっと待って、なんか難しく考えすぎてるのかもしれないな。これ、
通過するブロックがあるんだから内側に黄色を送っとけばいいじゃんっていう発想が全然なかったな。透明ブロックをちゃんと透明の力を使ってあげればよいっていうことだけだったのでは。手順は不明。何をやろうとしてんだ。透明ブロックがあったら奥に黄色を押し込んで、ちょっと分かんないです。透明ブロック使って、分かんなくなってきた。上にある透明ブロックから侵入、違うのか、下にある透明ブロックで向こう側にブロックを作り出してから、こうしてこうしたいよねみたいなことを言ってるんだけど、さっきから。そうするとここが使えるよねっていう。上に出口があれば、こうなってる時に、意味ある？2段目から来た場合だったら、お、くそ、そこに灰色が1個落ちてるとできるけど、一番下にガラスはずっと入り続けてて、上の段にある灰色を押して、意味ない意味ない。灰色が邪魔。
変なテクニック見つけちゃったな今。下から上に乗れる。下から上に乗れるよ。下で押さずに上に飛べるってこと？これ意味ないかな。わあ、積みパターンになるのは改善してほしい。なんか意味があるかな。これそうだね。いやー、なんか全然あさっての方向に向かってるんだろうな、これ。まあ、つまるところ結局ずっとゴールイメージを自分の頭が考えてないだけなんだよな。とりあえずやれそうなことやってるだけで、そうじゃないよね。やりたいことは何なんだよな。左の部屋にガラスを落とすことなく、灰色戻すことなく、自分が入った上で、入った上で、だ上から入って下から投げる以外ないよ、こんなの。上から侵入して下からだから、侵入するときに黄色コインは置いて、上から入る。で、上にあるのは、あれですよ。ガラスですよ。で、入って、下にガラスあるから帰ってこれるっていうのをやるだけだよね。それをやるときに、灰色が、
黄色を生成するときのスターターとして使われないといけない。これ黄色この状態で黄色を混浴しなんてないの。灰色がいたらダメなんだよね。この黄色でここに入るのが目的なんじゃないの。灰色の代わりに落とすってのができますか。こうだ、これだ。これならできる。ちゃんと考えればよかったね。26がだから、何が難しかったのかというと、何が難しかった？1個開ける。灰色落とす。まあ、ここで灰色を落とそうねがまず一つなのか。左の空間に黄色を入れるのは全然なくて、これ、バージョンが変わってなのかな。この2段しか考えなくてよくなったから、この2段目から入って1段目を全部灰色がない状態にするっていうのが、わかるんだけど、バージョンアップ前は3段目4段目も全部込みで侵入可能だったからね。でもこのステージはもうとにかく最初のこの5段の落とし方がめちゃくちゃバリエーションあるからな。なんかそっち側で考えちゃうとこのゴールには多分たどり着けなくて、ゴール前でやるべきことをまともに考えるところに行かなかったね。3、40分ぐらい。上から侵入して下から撃ちましょうね。っていう方針さえ掴んでれば、まあ人によってはかなり瞬殺できるステージだったのかもしれない、ここは。上から入って下から出ようね。灰色あるとどっちにあっても邪魔だよね。灰色はどかそうね。で、上から入るには黄色を置くよね。っていう風に思考すると、もうこれ以外ないもんね。ちょっと自分が詰まりすぎたかも、ここは。人による。じゃあ今日はここまでにしましょう。あと一個解けたらなんか先いける。